一席お付き合いをやっておきますけど、まあ以前やって近頃やらなくなったというネタからまあいくらでもあるわけでございますけど、まあやらなくなるからにはそれなりのわけもあるわけ。まあ今日やりますこの九州吹き戻しという話、これももうほとんどやらなくなりました。楽屋では幻の対策なんてこと言ってございますけど、対策というほどのこともないんですけど、なんでやらなくなったらんだろうと思って、まあ食器屋なんか読んでいましたよ。なるほど、もう今やっても流行らないという、そういう話でございますね。というのは今この交通機関というものは大変に発達をしてまいりましたね。どっか旅に行こうと思えばもう気軽にどこへでも行けるわけでございますけど、その江戸時代なんて時にはまあそうおいそれと旅なんぞ行かれるもんじゃない。箱根山の向こうには化け物が住んでると、そんなことは言った時代でございます。生涯江戸の地を離れなかったなんて人が随分多かったわけ。そういうような人がまあこれからおしゃべりするような話を聞いて、まあ旅の夢を持ったんじゃないかという、まあその頃にしてみれば面白いお話だったんでしょうけど、ですからまあ一つ今日は江戸の時代に戻っていただきます。ただいまの昭和の1分1秒で物を測るようなそんな時代からぐーんと飛んでいただきます。江戸時代の2時間を一時として数えるという、そういうのんきな時代に戻っていただいて、まあ聞いていただきたいと思いますけど、まあ、万能たいて一心足らずということを思います。まあ、生まれついて器用な方というのはそのために出世の妨げになるというのもらございましたよ。これは柳橋の北里木之助という男、何事にも気が利いて筆が立ちますし、三味線も弾けば歌も歌う、踊りも踊るという大層器用な男でございますだけにかえって身が持ちません。元は相当な身代の若旦那だったんでございますけども、お定まりの道楽の末、親から譲られた財産をなくしてとうとう水が身を食うという太鼓持ち。それでもまあ身についたのが因果の道楽三昧でございます。増えるのは不義理と借金ばかりという、今はよ江戸にばっかり日は当たらねえや、所帯道具を打ちまうてえと夜逃げ同様。もう今は親兄弟もございません、一人もでございますから、東海道から洛中洛外大坂三号を見物をいたしました。四国のこんぴら様へ足を伸ばして流れ流れて肥後の熊本の細川様のご城下、ここへやってきました時にはさすがに懐に一文の銭もありません。あら驚いたな、懐とお天道様と一緒に傾いちゃったよ。ああ宿屋は大勢あるんだけどね、俺のなりを見て誰も呼び込めないね、そそっかしい女中でもありゃいいけどね、お泊まりではございませんか、手前どもは大阪屋でございます。おいおい、確かに、そちらのお武家様でございます。おいおい、お泊まりではございませんか、手前どもは伏見屋でございます。おい、確かに、そちらのご出家様で、おいおい、商売とは言いながらな、申し合わせたように俺のことを見限りやったね。ああ、腹は減ってきたしね、どっか泊まりたいもんだがね、あったな、ほら。ぶらぶら歩いておりますというと、江戸屋という看板が目につきました。江戸屋、はあ、江戸は懐かしいな。ママよ、一晩とまっちめばどうにかなるだろう。ひどいやつがある、そのまんまずっと入るというと、はい、ごめんなさいよ、あ、俺はおいでなさいました、お早いお月でございまして、お進みお出し申しな、どうぞこちらへおかりよ、ちょいと足を痛めましたんでね、四文字通りになりますが、よろしくお願いします。ああ、さようでございます。お一人様、どうぞごゆっくり願います。午前を先にいたしましょうか、報道を先にいたしましょうか。うん、そうだな。とりあえず、二本ばかりつけてきてもらおうかな。俺が酒を四五本飲むてえと、かーっとそのまんま寝てしまいました。明くる日、昼近くまで寝ておりましたが、まあ、宿の方でも四五日の逗留ということを聞いておりますんで、別にお越しもいたしません。茶を飲みながら木之助が、さてこれからどうしたものかとぼんやり庭を眺めておりますと、あそこを通りかかりましたのがこの宿の主らしき男。
れは驚いたな。木之助さんではないかい。不思議なこともあるもん。このと、確かに私は木之助でございますが、ついついおみそれをいたしましたけど、どちら様でございましたかな。お見忘れですか。私は湯島道法町にいた大和屋ですよ。あ、なるほど、これは大和屋の旦那でございます。どうもお久しぶりでございますな。不思議なところで耐えて久しいご対面というようなわけでございまして、つまずく石も縁の橋と申した誠に失礼でございますけど、計らずもゆうべこちら様にご厄介になりまして、誠にお礼の申し上げようございます。これからも充電通りを引き回しのほど一つお願いを申し上げておきます。お客様の前様にそう頭を下げられちゃ痛み入りますな。いや、私もな、思わしくないことがあって江戸の店を畳んだまではお前さんも知っての通り、それが家内のつてでこちらへ来まして、今はどうやらこうやら旅籠家業をしておりますな。金野さん、今のお前さんの塩梅ではだいぶ懐が怪しいね。もう怪しいとこの沙汰ではございませんね。まるっきり一文なしでござる。おいおい、一文なしでお前さん私のところへ泊まったのかい。それじゃね、江戸屋という看板を見まして懐かしさのあまりついフラフラッと、フラフラッと一文なしで泊まられちゃ困るね。驚いたなと。それによって、私もとうとう江戸を食い詰めましてな、今日大阪を振り出しに、まあ、流れ流れてご当地へやってきたんでございますが、島離れ渚離れしして大森の中の中の一本杉でございまして、もうダー様はこの神様とも仏様もとも思いますので、どうぞお助けを願いまして、もうこの通りでございます。いやいや、そう頭を下げられちゃ困るな。いや、そうかい、江戸で知り合った者はこの土地でまた出会うというのもこれは何かの縁だ。まあ例えにも言う、住めば都というやつだ。また何かいいこともあるだ。そういえばお前さんは何事にも器用だったが、料理の方はどうだ。まあ料理番というようなほどのことまで言いませんが、まあ一通りは。あ、そりゃちょうどよかった。実はうちは茶屋旗持ってんな、飲み食いだけのお客様も多いんだが、板前の一人が暇を取っちまったもんでね。今困っていたとかだ。でしばらく板場の方でも手伝ってもらおうか。ああ、さようでございます。じゃあ一つよろしくお願いをいたします。木之助もこれから腰を据えまして、昼間は近所の子供たちを集めてまいりますってえと、まあ、三味線の一手や怪しげな振り事を教えたりなんかしまして、夜になるてえと板場の手伝い、まあ、板場が暇になりますってえとお座敷へ出てお客様のお相手という、いくらのないことは言いながらさすが本場育ちでございます。そのうちに、木之助はいるか、木野は、木野や、木之助やって目の回るような忙しさになってまいりました。ここで足掛け4年丸3年辛抱をいたしました。誰かい、木野さんか。ああ、こっちへ。お入り、おかえり。今日はどこへ行ってきなすったい。吉田様のお供でございまして水前寺へ行ってまいりましたが、相変わらず見事なお庭でございますな。あそこで今日頂戴しましたあのうなぎの洗いというのも珍しいもんでございまして、それからあの水前寺のりという、まあ、手前は初めてでございましたが、この妙に味のあるおつなものでございますな。あれはね、この土地にしかないもんだい。真水と塩水の間だけしか取れないという、まあ、こちらで青竹とも言うもんだがな。ああ、さようでございますか。なかなか結構なもんでございますから、それから吉田様からまたご祝儀頂戴しまして、2分いただきました。また一つご面倒でもお預かりを願っておきます。わかりました。はい、ああ、木野さん、ちょっと待っておくれ。実はな、お前さんにご祝儀を預かっちゃこの船ダンスの引き出しの中へ構わず放り込んどいたんだが、ゆうべちょっと気になって数えてみたんだが、まあお前の心づもりでいくらぐらいあると思うな。はい、でございますな。こうすると
あ、これで27、8両もございましょうかな。それを聞いた私も安心したよ。え、200両も300両もあるんじゃないかと思ってんじゃないかと。かえって預かってる方も気がかりなもん、豪儀なもんだ。え、塵も積もれば山という95両2分あった。え、95両2分もたら本当でございますか。今の2分を足して96両。え、木野さん、お前さんもどうやら今度は辛抱が実を結んだようだ。まあそのうち辛抱して200両とでもなったら相当な神さんでももらって、まあ、新江戸屋というようなのれんでもかけて私と兄弟分になっておくれ。お互いに助けたり助けられたりしようじゃないか。どうだい木野さん。はあ、さようでございますか。これもみんな旦那のおかげなんです。え、ありがとうございます。へえ、さようでございますか。ああ、しかしこの100両という遊び金を持ってる者はそうそうございますまいな。そりゃあそうだ。あるように見えてないのが金、ないように見えてあるのが借金というからな。へえ、大阪の鴻池をご存知。そら知ったら日本一の金持ちだ。鴻池に100両の遊び金がありますかな。バカなこと言っちゃうよ。鴻池ととっくむつもりになっちゃ困るよ。うん、まあ今日は2階行って寝ておしまい。じゃあどうもおやすみなさいまし。これが木之助2階上がりましたが、さあ寝られません。そうか、江戸へ帰りてえな。こんな猫の死体みたいなところでもって一生送ってしまうのは嫌だ。やっぱり産湯を流した江戸へ帰りてえや。旦那だってああいうようなもんの、木之助へすまないがそのうちから50両貸してくれろ。言わねえとも限らない。こうしたら貸さねえわけにはいかねえ。貸せば貸したでもって海の中コツを落としたようなもんだ。ええ、これは一つ江戸へ帰ろう。どうやって帰ろうかしら。しばらく経つとはしご段を道と降りてまいりました。旦那さん。誰だ。木野さん。ああ、こっちお帰り。なんだ、まだ寝ていなかったのかい。平日はただいま寝ておりましたらば、枕元で何やらこの木之助という声が聞こえる。何だろうと思ってこの枕元を見ますと、白髪頭の痩せぼとろい、顔中シワだらけで目の飛び出したところはまるでくずまんじゅうのよう、胸を広げたあばら骨を見せた七十学校のおばあさん。これが立て膝をして私の方を恨めしそうに見ながら、木之助、己はの年老いた母親を一人江戸に残し、お前一人は肥後の熊本で面白おかしく日を過ごす、言いようもなき不幸者、人に恨みがあるものかないものか、共に奈落に連れゆかん。おいバカバカしい、勘弁しておくれ。おばあさん、気味悪かった。布団の中頭突っ込んじまう。そう思いました。我が一つ夢でございましてな。分かったよ。もう怪談話はよしにしておくれ。日野さん、お前金の高を聞いたんで江戸へ帰りたくなったんだね。いえいえ、さようなことはないんでございますが、実はまあたった一人のおふくろでございますんでだね、誠に返そうでございますから、まあ、ちょっとこの江戸へ帰って会ってきたいとやりたいと思うんでございますが。おふくろ、あってるな。確かお前さんにも親はなかったはずだな。それがまた不思議なもんでございますな。帳面を食ってみましたら一人突き落としの親がございましたな。バカバカしいことを言っちゃ困る。まあ、帰りたいと思うのは無理はないさ。
私ももう少し若かったらそう思うかもしれない。お前さんがいなくなるのは寂しいが引き止めはしない。江戸へお帰り。なな、百両と言ってもこら江戸へ帰るまでには相当目減りがしちまう。まあ、なんとか手つかずに返してやりたいと思うから、まあ、待ちない。お前をひいきの旦那衆や面倒を見た子供の親たちに宝町を回してあげるから。あ、次の日になりますてえと木之助の母親が大病で江戸へ立ち帰りに参ります。何分ともご選別をと帳面を回します。あちらから一部こちらからの量かれこれ27、8両のお金がまとまりました。さあ木野さん、ここにお前さんから預かった金には私が少しだが足して百両の金がある。この百両は別にして胴巻きにでもしっかり入れて身につけておきなさいよ。まあ後の金でもって道中の路用土産物贅沢をしなければ胴巻きの方に手をつけなくても済むだろう。明日の朝赤飯を炊いて城下の出はずれまでお前さんを送ってあげるか。いいかい、道中に出たら朝は早く宿を立って夕方には日の暮れないうちに宿に入んなさいよ。旅にはゴマの灰、山には山賊、海には海賊、人を見たら泥棒と思いの例えの通りだ。いいかい木野さん、随分道中は気をつけておいでよ。旦那様ありがとうございました。このご恩は生涯忘れません。ほんじゃ明朝いとまごえをさせていただきます。我が二階へ上がりましたがまた寝られない。あ、すっかり旅支度をいたしまして三の傘をかぶりました。わらじをつけるてえと小田原上鎮にろうそくを刺しました。これを枕元を置いて布団の上でもって腕組みをして考え始めた。はてな、旦那はああは言うようなもんの出外れまで見送りに来て、実は高川の前だから言い出しづらかったが、あのうちの50両貸してくれと言いはしないですよね。そうなると困るんだよ、これはね。早く夜が明けないかねと、まだ7つにはならないかしら。しかし旦那はね、これだけの金を持って江戸へ帰ったら仲間はみんな驚きやがんだろうね。その中で気の合ったものを10人ばかり引き連れてね、吉原へ繰り込んで久しぶりに大金遊びしたいね。ここのところ未然に起きて派手に遊んだことはないからな。芸者の5、6人も呼んでね、どんちゃんどんちゃん大金遊びをしてな、さあてめえたちも俺にあやかれってんで10両つも祝儀をやってな。あ、それじゃ100両じゃ足りねえやな。ああ、だめだ、もうそういうことはやりましょうね。上路会はよしましょう。大きな声だね、ドン。もう江戸へ帰って遊びに行った夢やなんか見てるに違いない。遊びはよして、そうだ、手堅く商売でもしようね。小綺麗な豆腐料理なんてないね、浅草あたりがいいやね。12、13か14、15の色気のない女の子を4、5人使ってな、俺が帳場の中でもってお愛想を言うよ。へい、18番さん、おのりと玉が出るよ。へい、13番さん、桜豆腐で腰通しちゃう。16番さん、ご繁盛。へえへえ、ありがとうございます。西と200文頂戴をいたします。子供が慣れませんもので、おあつらい者が前後いたしまして誠に愛すいません。お履物を頼むよ。またよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。大きな声だね、ドン。寝言もこうなると念入りだね。待てよ、土地が浅草てえのは考えもんだね。吉原がすぐそばだよ。長間の門が馬かなんか引っ張ってきてな、しょうがねえか銭かなんか戦えてやる。そのまんま返せない、今一杯飲んでっかってんで飲まれて食われて、あ、たちまち店は潰されちまう。ほら、あいにはね、いかず食い物はよしにしましょうね。そうだ、芸者屋にしよう。おつな女をもらってこれをかみさんにして、ね、いい子を3人ばかり抱えるよ。うちの差しはみんなレゴがするね。私は旦那周りでもっと遅くなったりなんかする。それしゃあないだけに角が大きいやね。おい、ちょいと釈放してくんねえ。
私のおしゃぶりじゃおいしくないでしょう、なんてこと言いやがれ。何を嫌なこと言いなはんな。お前というものがありながら他に浮気をするわけがないじゃないか。まあいいから三味線の方が引きねえってやっぱかみさんが、調子かなんか合わせるで、ね、キリキリっと加えた小用事でもってな、ちゃちゃんちゃんちゃん、よのに、よのにで、よう、おもしろってんでね、まあこの化け物やってんで、小用事でもって俺のほっぺたをチカーッとつく、俺が思わず、いてー大きな声だねんの、寝ちゃいられないね、これは。そのうちにボーンと金が鳴るってたんじゃ、あれやべ、船松は、このまんまダッダッダッダーンと置いてくるって、旦那様どうも500回になりました、腕はえぐい帰りました、必ずお礼状を差し上げますんで、おかみさんもどうぞご達者でお願いをいたします。おいおい、うるさくて寝られやし、そんなわらじを履いたまんま降りてくるやつがあるかい、今から出かけてどうしよう、でも7つも金が鳴るわよ、おい7つじゃない、まだ真夜中だよ。何も言ったって聞きやしません。表へ飛び出すてえと一文濁の尾が消えたよ。はあ、ここもこれで見納めだ。もう二度とここへ来ることもあるね。へい、それじゃあ皆様、500回になりました。これがどんどんと歩き始めましたが、歩いても歩いても夜が明けない。そのうちに浜辺に出てまいりました。幾度も同じことくする磯の波、タタタタタザバーンという。おい、まだ夜が明けねえよ、こら。金を塗ってやる。八つかい？ことによると九つか。これはえらいことになっちゃったね、おいな。方角も何も分かるしねえぞ、おい。旦那がそう言ってたね。海には海賊、山には山賊。そんなものは出てきたえらいこったよ、おら。くわばらくわばら、つるかめつるかめ、弱ったさ、ほら。あんなとこに明かりが見えない。もうとにかくあそこに行ってみようじゃねえ。来ていますってえと、間口が5、6軒もあろうという大きな家で、戸口が少し開いておりますから、何の気もなく、ごめんなさい、少々物を買います。なんじゃい、何のご用じゃい。ひょいっと見て驚いた。顔の色は牧場の尺道のよう、目ばかり光った大太郎さん、大の男が4、5人でもって、大きな人抱えもあろうという夜間をいろりにおいて、悲願でもってガバーリガブリ飲んでる。あいや、これは、手前が、めっぽう強くだ、武者修行でござる。はは、何が武者修行じゃい、膝がわなわな震えてござる。わしらは物取りのようなものではない。この再会の船乗りじゃ。大方道に迷った旅人である。構わんからこちらへ入りなさい。こわごわ入って話を聞きますと、江戸へ参ります1500石積みの元船の過去でございます。これ幸いと江戸までの便船を頼みますと、便船は天下のご法度だが、おふくろが病気ならば船頭に話をしてみようというので、これから天満に乗せられて元船へやってまいりました。そろそろ出船というので、おり、江戸の客人をこちらへお連れ申せ。さあさあ、こちらへお入りなされ。ごめんなさいまし。この度は誠にどうも500回を申し上げまして申し訳ございません。おかげさまで江戸まで280里、安心して帰ることができます。誠にどうもありがとうございます。いや、手をお上げなさい。安心と申しても、たとえにも言う、板を一枚下は地獄じゃ。いわば一心同体。それでも親船に乗った気ということもある。気を楽にしておいでなはれ。おれ、足気を上げたか。怒りを上げろい。ギリギリギリーと怒りを上げる、頬を上げる。日が昇ってまいりますてえと、申し分のないようないい天気でございます。海は一面に青畳を敷き付けたよ、敷き詰めたよ。船道が立って矢を射るように船は走りました。ほれ、お客人を山らへお連れ申せ。こちらでございます。先ほどはどうもお連れに。さあ、こちらへ行きなさい。景色でもご覧なさい。そらお連れに。はあ、これはいい眺めでございますな。いやどうも結構だな。ああ、
知っておるんじゃ。はあ、さようでございますか。もうこれでかれこれ15、6丁は来ましたでしょうかな。何をバカなことを。もうこれで5、6里は来たじゃろ。5、6里。はあ、さようでございますか。タバコ一服がはたく間でございましたな。これ口を聞かんすな。はたくというのは船では意味言葉じゃ。おお、これはともすいませんね。タバコ一服飲む間でございましたけど、その間五六里走るというのは早いもんでございますな。海へ出るてえと体操静かなものでございますが、いざ出船という時にはまあひっくり返るような騒ぎでございますな。これ帰るというのも意味言葉じゃ。おお、これはともすいませんね。口が聞きませんな。あそこにありますあの綱のようなものは何でございましょうかな。あれはこの船の命綱、絆じゃ。はあ、さようでございますか。まるで蛇がとぐろを巻いたようでございますな。これ長虫は船沢様がお嫌いなさる。それよりはこの百里見て景色でもご覧なさる。遠くのものが近くに見える。へっ、ああ、はい、ああ、ああ、これ百里見、ああ、遠眼鏡でございますね。でちょっと拝借をさせていただき、これは何にも見えませんが、先の鞘は取ってないよね。まあ、ありがとうございます。これを取りまして。はあ、なるほど。これはよく見えますな。いや、またいろんな船が通りますが、あの方にいろいろな船出る日があるじゃん。ああ、中黒、墨黒、内通し、片天秤、両天秤、表紙の打ち違い、その他いろいろな船出る日があるじゃん。さようでございますな。向こうにまた大きな船印の船がございますな。ああ、あれはな、薩州の親方様の船じゃ。2800石積み、日本一の大船じゃ。3000石は天下のご法度でな。はあ、さようでございますかな。あのこちらに見えます山は、あれが阿蘇山。こちらに見えるのは雲仙だね。まあ、江戸で言えば富士に筑波というようなものじゃ。はあ、さようでございますな。はあ、取るとまるっきり見えなくなりますな。へえ、これはやはりカナから参ったものでございますかな。いや、そうではない。これは肥前長崎寄合町なにわいの中老職もじゃもじゃにもろうたものじゃ。もじゃもじゃ、もじゃもじゃと申しますとやはり異国人でございますかな。いや、江戸でモーセを追いらん、今日大坂では太夫とも親方とも言うものじゃ。はあ、ほでお嬢の衆から、どこもこらおのろける、おそらいにはすな。あ、お愛想を言いながら船の上を見ますと、ひげを抜く者、あるいは酒焼きを恐る者、ごくのんびりとした船でございました。そのうちに船が玄海灘へかかってまいりました。自分西の方に黒い雲がムラムラと湧いてまいりました。雲の間にちょろちょろと赤い島の見えます。赤島という一番悪い雲でございます。そのうちに小柱がいきなりギリ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 と真横になる。空いっぱいに雲が広がってまいりました。ピカピカという稲光、みるみるうちに闇のように暗くなりました。ほれ、お客人をどうの前を連れ戻せ、表へ出してはならないぞ。ドーンという音とともに大屋根のような波、船内のものは四角いものでもゴロゴロと転がります。お客人しっかりなさり、うちの船頭は大層度胸の座ったお人じゃが、顔色が変わったというのはこれはよほどのことじゃ。さあ、早くその間に手ぬぐいを結びなされ。これはえらいことになりましたね。南高村日蓮大明雲、南明法蓮華経、南明法蓮華経。そのうちに黒い雲がどんよりと垂れ込めておりました。バラ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 という雨になってまいりました。ビャーという風が吹いてる。それ、小柱を切り。これから斧でもって小柱を切ろうと思いましたが、何しろ船がうねっておりますから思うように切ることができません。七分ばかり切り込んだところでもってメリ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 と小柱は折れて海の中へ落ちる。見下ろしましょう。荷下ろしというのは、
米を十俵ばかり残しまして、あとはどんな亀猫のものでも海の中に放り込みまして、船だけを助けようという最後の手段、船頭をはじめ過去一同皆田臥を切りまして、こんぴら様、水天宮様にお供えをする。高い波の来る時には33の通りで梵天大釈天の住む危険城へ打ち上げられるかと思うばかり、また尾内目並みの間に引き込まれる時には8万台奈落の底へ沈むかと思うばかり、2日2夜の間あれにあれ狂いに狂いました限界なり、3日目のしらしら明けにドーンという音とともに打ち上げられましたのが薩摩の桜島でございます。江戸までは四百里、熊本までは208里、あまり紀之助は帰りを急いだために120里吹き戻されました。急がば回れ九州を引き戻しという一石でございます。